後健介です。作曲家をしています。最初はソニー CSL さんが作っているフローマシーンズという AI を、まあ、試してみないかというところで伺ったんですが、試して話していくうちにですね、僕がすごくこうコンピューターマニアでいろんな話をこう質問をしたりしていく中で、まあ、そんなにちょっと AI とかに詳しいのであればソニー CSL さんの方でやってる企画をちょっと見てみないかということで、いろいろご紹介いただいたのが付き合いの始めかなというふうに思いますね。ドラムガンというものがありまして、それはドラムの音をどん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 生成していくものなんですけども、そのチェーンソーマンをこれから作るぞっていう時に、これももしかしたら協業したら面白いことできるんじゃないかなっていうふうな発見があったので、それでご一緒するようにちょっとお声掛けして参加していただいたって形ですね。 So Drum Gun was developed in the context of my PhD thesis from 2018until last year, 2022. And it allows you to intuitively synthesize a variety of novel sounds based on this dataset. Concretely, this dataset was of 300,000 sounds, equally distributed between these three instrument classes. It allows you to access high dimensional space of controls that are basically trained and learned by the artificial intelligence. This is as opposed to other maybe having to explore libraries for percussion sounds, which is very annoying and time consuming. And also another feature that Drum Guns allows you to do is to drag and dropexisting sounds that you may have in your sound library, and it infers the parameters that would try to approximate your original sound and also create variations from this starting sound. Chainsaw Gun っていうソフトの名前になっているんですが、GAN というのは敵対的生成ネットワークという意味で、その AI の手法のアルゴリズムの一つですよね。で、それを使ってソフトを開発してますよっていう、プレゼンを受けた時に、そのデータベースになる元になっている握手素材みたいなものを付け替えると、本当にチェーンソーの音をどん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 生成していくようなものができるだろうというのは、まあ、そこまでは予測できて、でさらに今回そのメロディアスな部分よりかも、もっともっとぐちゃぐちゃに壊れたドラムとかぐちゃぐちゃに壊れたパーカッションみたいなものにしていったら面白いかなと思ったので、チェーンソーガンはチェーンソーの音を代わりに学習して、人間では思いつかないその間をどん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 作っていってもらうみたいな発想ではどうだろうというのを、プレゼンしましたね。 So yeah, it came to my ears that Mr. Ryusio san had got to know about Drum Gun after the slight success that it had mainly at that time internally within Sony, and some of our technology promoters were in touch with Mr. Ryusio san, and we arranged a meeting with him where he basically proposed his idea, and we discussed potential common ground for collaboration and how we could apply drum gun technology into his specific use case. これが実際にチェーンソーマンで、鳴っているサウンドトラックです。チェーンソーガンを使用して曲を作っています。どういうふうに使ったのか、部品パーツパーツを見て、解説してみたいと思います。この中のドラムだけ抜き出して聞いてみます。こんな風にすごく細かくエディットされています。これはまあコンセプトにあるめちゃくちゃを体現するために、自分でたくさん波形を切り刻んでですね、エディットして作ったものです。で、
このデータを、これは実際にはもう音が鳴らなくなるんですが、譜面のデータに変換します。ドタタドタタドタタタタドタタタドタタタドタタタタタですね。こんな風にドラムが叩かれた瞬間に音符が出るように変換します。この変換されたデータをチェーンソーガンで鳴らしてみます。こんな風に、ドラムのタイミングでチェーンソーのいろんな音が鳴るようになりました。で、ただこれだけでは本当にチェーンソーの効果音が鳴っただけなので、細かくドラムみたいに聞こえるように少しずつエディットをしていきます。この音を最初で聞いたドラムと一緒に鳴らしてみましょう。足してみます。こんな風にドラムとチェーンソーの音が絡み合って一つのグルーブを作っているのが分かります。これでドラムは完成なので、この後にいろいろな楽器を足して先ほど聴いていただいたような楽曲になっていきます。今聴いてみるとチェーンソーの音がしますね。チェーンソーマンって原作の漫画を読んでみるとめちゃくちゃなんですよね。もうキャラクターがどんどん死んでいっちゃうし、仲間たちがみんなこう主人公のこと殺そうぜって相談してる必死があったりとか、本当にもうめちゃくちゃマイページ人死んじゃうみたいなすごい漫画だったんで、すごく革命的だったと思うんですけど、そのもうなんだかわけわかんないめちゃくちゃになっちゃってるでもすごいっていうものをちゃんと作りたくて、そのめちゃくちゃであるってことをコンセプトにしようかな、したいなというふうに思ったんですよね。で、ただその本当にめちゃくちゃに音鳴らすだけだとサウンドトラックとして使えるようなものにはならないので、それをどういうふうに音楽の中に組み込んでいくかみたいなことはすごく考えていて、でその中の一つとして、まあ僕が考えてるだけじゃなくて違う発想で生まれたもの、それをちょっと取り込んでみようということを思いまして、それでちょっと AI に参加してもらおうという。 So yeah, I believe that one thing that inspires me very much to develop these tools is their potential to democratize access to music. I believe that all humans are innate musical creatures, and therefore I believe that AI can help bridge the barriers that exist between humans' musical ideas and their realization. For example, instruments and synthesizers or any technological equipment to make music get on our way really to actually realize our musical ideas. And I hope that my contribution to AI can help pave the path to develop tools that can actually help bridge this gap and allow humans to be more creative in a more intuitive way.AI と一緒にやる、で AI が出してきたものに対してジャッジしていくっていうのが一つクリエイティブの発想の元なんじゃないかなというふうに思いますよね。話しづらいけど、これを切り離さなくてはいけないのは、その一つはクリエイティビティそれ自体の問題、おっしゃる通りに誰が作曲家で誰が作ったのかって問題と、これはあと次権利の話になってきちゃって、これがなんとなくぼんやり重なってるからみんな反対したりするんだけど、ことクリエイティビティに関してはそれを
選ぶのはいつまでもやっぱり作曲家なので、人間のクリエイティビティみたいなものは別にそれは揺るがないんじゃないかなというふうに思いますね。20世紀中頃に図形楽譜って言って、絵だけ渡された演奏家がそれ見ながら演奏しましたと。でそこで素晴らしいメロディーが生まれた時に、そのメロディーは譜面に書いてないですよね。その演奏家が発想としてその場で作った、アドリブで作ったメロディーだけど、でそういうふうに現代音楽の発想的なもの、どん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 その演奏する最中にジェネレート、生成していくものっていう試みってずっとあったので、特に AI が人の仕事を奪うようなことはない、人の仕事というか作曲者のクリエイティビティを奪うようなことはないんじゃないかなと思うし、多分人間が想像しうることって必ず実現しちゃうので、何百年か時間が経つと一聴してわからない音楽は必ず出てくると思うから、どう受容していくかって話かなというふうに思いますね。